トラウデン直美と学ぶ川崎水素大学問題。次世代エネルギーとして注目の水素はどこがすごい？ CO2 を出さないところ。正解。発電するときに出るのは水だけ。ではそんな水素はどこにある？どこ？正解はどこにでもある。水からも作れるので安心して使えます。水素って頼もしい。水素を学ぶこと、私の未来を学ぶこと。変わる先へ、川崎重工。トラウデン直美と学ぶ川崎水素大学問題。注目のエネルギー水素、何に使える？発電とか？そう、様々な利用が進んでいます。では水素で私たちの社会はどうなる？どう？正解は豊かでクリーンな社会になる。 CO2 を減らせるので安心。わお、水素ってすごいんだ。水素を学ぶこと、私の未来を学ぶこと。変わる先へ、川崎重工。トラウデン直美と学ぶ川崎水素大学問題。クリーンエネルギー水素をみんなが使いやすくするためには？大量に運ぶ。正解。では大量に運ぶためには？正解は小さくする。水素は冷やすと液体になって小さくなるんです。例えばこのくらい。にゃんと、夢が広がりますね。水素を学ぶこと、私の未来を学ぶこと。変わる先へ、川崎重工。